雪道走行のリポートです。独身時代ランサーやレガシーに乗っていた団内枠、足回りは、ホンダらしい固めの感じを残していながら乗り心地も良い。峠道も、ドライブモードで十分な走りだが、S モードならもっと楽しい。加速がスムーズで、高速の合流も余裕がある。エコモードでなくとも、それなりの燃費はさすがハイブリッド。荷室が、期待以上に、広く車中泊も可能。4WD や ABS や VSA など雪国で、特に重要な部分はどうなのか、冬が待ち遠しく思える仕上がり。なんだそうです。私は、広くて、足元に余裕があって、走行中でも、会話や音楽が楽しめる静かな室内や、ハンサムなスタイルがとっても気に入ってますが、不満が少しだけ。運転席と助手席の間のカップホルダーは、よく利用するコンビニコーヒーの容器を置くには深すぎ。バックモニターが、前車より、ずっと広角になって遠近感がつかみづらい、慣れるしかない？とりあえずレビューしましたが買ってよかったです。旦那追記。毎日の通勤は、標高300メートルの峠越え S 字ヘアピンの連続ですが、パドルシフトで、エンジンブレーキが楽ちんで効果的。これなら、冬期間の氷結路も大丈夫かな。燃費動向より静かでスムーズで、音楽聴きながらの運転が楽しくて仕方ない。ホンダセンシングが搭載されてない。あんなものに頼ってたら運転ベタになるし、機械任せに慣れてしまうと、人間は油断して集中力を低下させ、センシングでは防げない大事故を起こしかねない。センシングは、反射神経と認知能力が衰えた高齢者にこそつけてあげたい機能。夜釣りに行ってきたら、今更ながら荷物の詰めることに大喜び。ついでにマット敷いて寝袋で車中泊も快適だった。坂道のバックはチート反応鈍いというか、ちょっと強めにアクセルを踏み込む必要があって、入り口に段差のある車庫入れでは壁にテールを激突させるんではないかと毎回恐怖。慣れるしかないね。純正ナビの目的地検索使いにくい。マニュアル読み込み不足。まあ乗れば悪けど、ハイブリッドだからといって個性を犠牲にはしていないホンダらしい楽しい車です。旦那追記、嫁聞き取り。購入から2ヶ月半経って走行3500キロの再レビューです。エアコン全開、オーディオガンガン、通勤は急勾配の峠道、片道7キロで全く燃費を気にせず好きに走って、平均燃費 17.5 キロは良いと思う。走行3ヶ月にもなれば慣れてくるはずのモーターアシスト加速感や駆動音に全く飽きが来ないばかりか、未だに運転が楽しい。タッチパネルが敏感すぎて、ホルダー固定したスマホへの電源供給線が触れただけで設定が変わるのが煩わしい。田舎なので夜間走行するとフロントに虫がぶつかり汚くなるが、高圧洗浄機に撥水剤入りの洗剤を入れて洗浄からタオルで拭き取りするだけで光沢が復帰するグラスコートはメンテが楽で良い。最近になってようやく同じ車を見かけるが、ミッドナイトブルーとすれ違うと、やっぱりあれにすればよかったと少し後悔する。自社は黒を選択。夫婦や家族でお出かけする機会が増え、コミュニケーションは良くなったが、余計な支出が増えたわら。現状の経済状態、家族構成、ライフスタイルを考えて厳選した車なので、マイナスポイントを探してもあまり見つからない。価格帯上級車との比較は意味がない。旦那追記、嫁聞き取り。はじめに、雪道にもツルツルアイスバーン、湿った雪、乾いた雪、シャーベットなどいろいろあって、雪国の人なら雪の状況に合わせて安全な速度を感覚的に掴んで運転していますので、 4WD だからと決して過信していないことをお断りしておきます。また、車の車高が高ければ深い雪には強いのは当たり前。タイヤの幅が大きければ前車の輪立ちに振られにくいですし、ホイールベースが長ければ加速や直進時に安定します。なので、本格 SUV やジムニータイプの軽四駆とこの車を同じに比較するのは意味がありませんので、あしからず。ということで、雪道走行性の感想です。パジェロもジープもジムニーも過去に乗っての感想です。ABS、聞きます。雪道下り坂のタイトなカーブでは、カーブ進入前の減速が減速ですが、
道幅の広いところでわざとオーバースピードで進入し、曲がりながら減速してみましたが、ABS が優秀なのと車体の軽さが相まって、一昔前の同クラス車だったら前輪をいくら切っても直進してしまう進入スピードの限界は明らかに上がっています。コーナリング時に後輪が滑り出すと、ドライバーはカウンターを切って挙動をコントロールしようとし、しばしばオーバーステアリングになって左右に蛇行してしまい、最後はスピンということがよくありますが、このシャトルは車体が沈み込まない電子制御ダンパーと4輪のコントロール機能がうまく働いてくれて、お手上げになる状況がより少なくなっています。除雪作業前のきつい坂道、4-7% 勾配に20センチくらいの湿った新雪もぐいぐい登って十分な登坂能力があります。あ、これ下り坂では車体下に雪を抱いてスタックしてしまう危険があるので試しませんわら。結論として、雪国でも十分な 4WD 性能を有しています。夏場の走りが文字通り滑走するような感覚だったので、雪道も滑りやすいのかと思いましたが、さにあらず。冗談です。雪国に安心な車であることを確認しました。